はい、それでは G システムのリレーについてご説明していきたいと思います。リレーの設定ですが、まず背面のスイッチ1、2というところですねからですね、このアンプの後ろに同じような形で、スイッチが切り替えられるエクスターナルスイッチというアンプを持っているものであればリレーで切り替えることができます。今回は3チャンネルの切り替えができるアンプを使って切り替えの方のご紹介をしていきたいと思います。まずエディットページに入ります。そうしますと、モチュレーション等がありますので、少しパラメページエンコーダーで回していきますとリレーというページが出ますので、こちらの方でエンターを押します。でまずは、このページエンコーダーですね、エンコーダーの方で回していくと、今このような形でどんどんリレーが変わっていくのを確認することができます。こちら今リレー B になっていますが、 A、B どちらでもですね、今2本つないでいますので動くのは同じになります。 A ですとこちら側の方のリレーが動きますですね。で、まずはチャンネル1に合わせます。合わせていくとどこかの時点でチャンネル1が出てきますので、ここのクローズ、オープンクローズ、オープンクローズというのがチャンネル1になります。でこちら保存していくんですが、ですね、ホールドトゥーストア長押しをするとですね、ユーザープリセット保存できますのでエンターで保存をしていきます。続いて、同じような形でリレーのチャンネル2ですね、同じようにしていきます。今度は、チャンネル2がどこかの時点で引っかかりますので、この引っかかった時点ですね、クローズクローズクローズオープンですねの、ポジションで、今度は2番を長押しして保存をします。でこの時点で、チャンネルの1がプリセット1番、2番がチャンネルの2番で、3チャンネルですね、G システムの場合最大4チャンネルまでリレーの組み合わせができますので、最後のチャンネル3、こちらですね、を合わせて長押しをして保存をします。そうしますと、1、2、3と切り替えがすることができます。リレーの設定は以上となります。